要はあのまあ Facebook の創業者の人も言ってたんですけど、その完璧なものよりとりあえず早く動くものを出す方が大事だよっていうのは僕はまさにそれだと思ってて、であのねプログラムかじった人がよくそのなんかさプログラムでコピペをするのが良くないとかさ、なんかそのプログラムの作法とかを言いたがるのよ。コメントこう入れろとかさ、なんか変数名は分かるようにして、なんかこう最初は大文字でここは小文字の変数名にしろとか、あの本当ね無能なやつは超絶うぜえとか思うんですよ。あのそんなものどうでもよくて、動くものを書いて動いた方が勝ちなのよ。なんだけどね、なんかねプログラムの人ってね形式に文句を言いたがる族が多いのよ。で基本的に形式に文句を言いたがる族って会社員なのよ。要は他の人が見やすいソースを書くべきである。なぜなら組織で仕事をする上ではその方が効率がいいから。でもさ、組織で仕事をしていくのってやっぱなんだかんだ言って年収1000万ぐらいにしかならないのよ。まあ優秀な人だったら年収2000万ぐらいいくんだけど、でもさアプリとかプログラムで一発当てるとさ、なんかそれで会社になりました、1億になりました、2億になりましたとかっていうその額が変わるのよ。でそのレベルになるとソースや見やすいとか関係ないのよ。あのまずはプロトタイプができました、で動きました、でお金が儲かりましたって言ったら、もうお金が儲かってから新しく書き直せばいいじゃん、プログラマー雇って。なので一番最初はまずコピペでも何でもいいから動くものを作るっていうのが大事なのよ。あのまあお金儲けたいとか、まあ書けないよってなったら、何かさその自分が作りたいサービスがあるわけじゃん。でそのサービスを実現するのが目的なわけだから、ソースコードが読みやすいとか関係ないのよ。だって書いてさいじるのは自分なんだからさ、自分が分かりゃいいんだもん。だ僕よくあの変数 i とか j とか使ってたんですよ。あの2チャンネルっていうサイトやってた頃に、あのソースコードを読んだ人にめちゃめちゃ怒られるんですけど、あの僕 MSX ベーシックっていうところからプログラムを学んだので、あのその当時の流派として法文がこう回るときは変数は i から始めるみたいな謎のお作法があって、でねなんかね変数1文字にしちゃうっていう癖があったんですよ。読みづらいですよね。はい。であのまあね2チャンネルってその投稿するスクリプトがスラッシュテストっていうところにある BBSCGI に投稿するようになってたと思うんですけど、であれがなんでテストかっていうと、なんとなくテストで作って動くかなってやってて動いたからそのまま本番公開しちゃったせいでテストなんですよっていうぐらい、あの僕後先考えないで作るんですよ。でもさ、あの完成して物出してその世の中の人に使ってもらうっていうのが目的だから、別にさそのフォルダー名がテストでも全然問題ないと思うのね、結果論だからっていう話なんだけど、なんかねそのしょうもない形式にこだわる人がいるので、あのはいはいって言いながら無視した方がいいと思います。はい、こんな時間にやってんのか。はい、日本は10時38分ですね。昔はソースの本をカタカタ打ってた。そうなんですよね。あの雑誌にあるプログラムをこう打ち込むみたいな、そういう時代があって、あの MSX ベーシックとか MSX ファンっていう雑誌があって、あの雑誌をまず書店で買って、その本に書いてあるプログラムを1文字ずつ打つってやってプログラムを入れてたんですよ、パソコンに。その当時インターネットとかがなかったので、であのもうちょっと時代が進化すると雑誌を買うとフロッピーディスクがついてきて、でそれをこうパソコンに入れるみたいなのになったんですけど、フロッピーディスクが高価だった時代はその雑誌にあるものを自分で打ち込むしかなかったので、そうするとあのプログラムが短ければ短いほど良いっていうのがあったので、で変数名短いとか、なんかあのその大文字小文字を混在させたりしないとか、要は大文字小文字の混在って打ち間違えるとエラーになっちゃうから、それだったらさ、 i だったらもう i 1文字だし、大文字一切使わないんだったらシフトキーも使う必要ないからエラーになる確率が少ないっていうので、そういう文化圏のもとに始まったんですよ、 MSX ベーシックは。はい、すいません、いつも車で聞いております、ありがとうございます。は
いえいえ、200円くれてありがとうございます。はい、大学に行きながら働ける仕事ってウェブデザイナー以外に何がありますか。え、なんでウェブデザイナー以外ってなるんだろう。僕はあの大学生の時に会社作ったんですよ、友達と。で、あのホームページ屋さんをやって、で多少のプログラムもやったりしてたんで、別にその大学に行きながらって言っても大学って毎日行く必要ないじゃないですか、数時間拘束されるだけで。でそれ以外別にあのその企業訪問とかもできるわけだし、だからその学生時代僕営業でなんかその当時インターキューという名前だった GMO に行ったりとかっていうのをやってたりしましたけど、なので別にあの大学生だからできないことってあんまないと思うんですけどね。3日ぐらいしたら自分でソースコード読めなくなりそう。あの昔の自分を褒めたくなることが多いんですよね、昔の自分の書いたプログラムを見ると。あのなんで動いてんのか分かんないからすげえなこれみたいな、これ書いたやつすげえ、なんでここ動くんだろうみたいなので、結構昔の自分を褒めたたえたいみたいなのがあったりします。はい、シンガポールに留学予定の高専生です。留学の際に気をつけておいた方がいいことを教えてください。シンガポールはあの薬は厳しいのでやめた方がいいですよ。あとなんだろうな、まあアジア圏だからそんなに困んないだろうけど、まあシンガポールは現地の人でもシンガポール人って割といい人多いんだよね。あのなんだろうね、金持ちっていいやつ多いんですよ。結局そのあの人を裏切ってまで利益を取る必要がないんですよ。まあなのでまあ僕がたまたま知り合ったシンガポール人がみんな気のいいやつだったせいかもしれないですけど、あのそういう意味でいくとシンガポールはあの治安もめちゃくちゃいいし、夜中に一人で歩いてても何の問題もないし、でまあご飯安いし、家賃とか高いですけどね、そんなになんか構える必要ないんじゃないかな。あ、予防接種受けといた方がいいですよ。あのどんな病気の人がいるか世の中わかんないんで。統計による優位性が割と誰でも計算できる時代になったのに稼げない人が大半なのはなぜでしょう。大半っていうことは偏差値って例えばその51の人がいたら必ず49の人がいるので、あの半分以上の人がうまくいってるってことは半分の人はうまくいってないんですよ。あの要するにさ、そのうまくいってるっていうのは他の人と比較してうまくいってるなわけで、要は江戸時代の人より裕福かどうかで言ったら今の日本人ってみんな裕福なんだよ、江戸時代の人に比べたらね。でも日本人って他の日本人と比較してうまくいってるかどうか優位かどうかって決めるじゃん。そうするとあの必ず半分に分かれるので、半分の人はうまくいってないし、半分以上の人はうまくいってるしってなるので、あのこの問いの時点で多分答えはないと思います。はい、ひろゆきさんも新規公開株買ったことありますか。はい、あります。あのそのなんだろうな、貧乏人が在宅をしてもしょうがないだろうっていうのをたびたび言ってるんですけど、あのお金のない人とお金のある人で入る情報が違うんですよ。で、あの僕がその証券会社と仲良かった頃に証券会社の人が新規公開株の、あの買える口をガンガン紹介してくれるんですよ。まあ、それなりに買ってたので、あのこんなんあるんすよどうすかっていうので、そのサービスのつもりで新規公開株をどんどん紹介してくれるのよ。で、あの普通の人って証券会社の窓口行って新規公開株欲しいんですけどって言ってもまず断られるのよ。でもあの電話かけてきてこんなんあるんすよ買いませんって言ってくるのよっていう時点で、あのあこれって金持ちだけが得をするルールだなっていうのが分かっちゃったりするのね。なのにその貧乏な人が在宅とか言ってて、ああこの人たち食いもんだなって思われるんですけど、はい、すいません。日本電機、富士電機、日本無線、モトローラから内定をもらったのですが、ひろきさんはどこにしますか。部署によるんじゃないかな。あとね、僕そんなに日本の会社詳しくないっす。
なので給料一番高いところでいいんじゃないですか。どうせどこも長持ちしそうもないし、てかモトローラって日本に支社あるんだっけ。なんかグーグルかなんかに特許かなんかすげえ買われなかったっけ。会社はまだあんの。情報発信した方が良いですよね。最近1日に3回くらいブログ発信を始めたら取材の依頼が来た。医療健康系。おお。結局その自分が何かをアウトプットすると、でそれに引っかかってくる人もいるっていうので、アウトプットする癖はつけた方がいいと思うんですよね。で文章を書くのが得意じゃない人だったら、とりあえず写真ガンガン撮って写真ひたすら上げるでもいいと思うんですよ。最近だとなんかそのこう事故現場の写真を上げるとお金がもらえるみたいなのあったりするので、あとそのなんて言うんだっけ、ゲッティみたいな著作権フリー写真サイト、要はそのデザインとかでその著作権フリーの写真を使いたいって言ってる人に500円で好きに使っていいですよみたいなサイトっていうのがあって、で写真ガンガン撮ってそういうとこ登録しておくと、たまにそれ買ってくれる人がいたりするのよ。なので暇な人はとりあえず文章を書いたりとか写真撮ってあげたりとか、動画撮って、例えば動画撮って YouTube 上げるだけで再生すると広告費が入ったりみたいなのがあるので、なので何かアウトプットをしておくとちょっと得するタイミングはありますよ世の中。